エレラレ長です。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、こちら、はい、ドラえもん第33巻です。うん、はい、33巻ね。こちらがですね、はいはい、はい、こうなってます。はい、ポスターになりたい、なったのび太フィーバージャイアン FC 指定のドライライト、どこでも誰でもローラースケート、あの道この道楽な道、大人を叱る腕章、鏡の中の世界、行く末カメラ、横取りジャイアンを懲らしめよう、ハリーの尻尾、サンタイン、すぐやるガン、嫌になったらヒューズを飛ばせ、うん、SL 煙突、出せば当たる検証用ハガキ、学校仮面登場、さらばキーボーこれ吉本の話ですか？サラバ。いや、違いますよこれ持ってたな、持ってたっていうか、どっかで読んだら何回か、33巻。これはですね、うん、まあ、結構行くとこまで来てますね。いろんなも見たことあるような道具がねまあね、はい、この鏡の中の世界、これ鏡の中入っちゃうやつって初登場？これあれ、うん、いや、あれは出てきたような気するけどね。俺だよね。あれ、鏡の中に入ったら真逆の世界だけど誰もいなくなる、あの映画で使ったやつよね。うん、あれはなんか水滴垂らすやつですよね。静香ちゃんのお風呂に。そうか、それで池でやったのか。まあ、効能は一緒かな。効能は一緒ですよね。逆で誰もいないっていう、うん、確か初か、うん、あとポスターになったのび太的なやつもありましたよねあのアイロンでね。いや、紙になっちゃうやつありましたよ。うん、あとはどれですか。なんだ、まあまあ、この、まあまあ、申し訳ないですけども、ヒューズのやつは、あれ、どうやって使うんですかいや、まあ、周りの人がいい人っていう前提じゃなきゃ使えないですけどね、うん、あの話覚えてるのは、マジで子供の時に、うん、こんなことになるってすげえ思ったもんな、うんうんうん、最後、蚊に刺されてね、あれ気持ち悪かったですね。そうですね、うん、はい、じゃあ、今回の好きなお話、はい、僕はまあこちらですね、さらばキーボーですね。まあまあまあ、いい話でしたね。そうね、いや、普通にいい話だったんでね、うん、宇宙から救ったっていうね、うん、単純にキーボーが可愛かったんですからね。そうね、うん、キーボーとの別れあんなにあっさりだったかと思って、うん、もっとなんかね、別れるの寂しいよみたいなのあったかなと思ったら、結構すぐ僕も一緒に行きますみたいな感じで行っちゃったんでね。そうですね、のび太が勝ったやつの中でもね、風太以来の、風子以来の可愛さでしたね。全部同じ懐き方するんですよね、うん、だのび太は動物育てる才能はすごいありますよね。そうですね、あの恐竜の子もね、うん、ペースケだっけ、ピースケ、ピースケ、ね、懐いてきますしね、すごい懐くしね、うん、やっぱ愛情は豊かなんでしょうね、うん、のび太の、うん、まあね、これが映画になったんですよね。映画緑の巨人の原作じゃないかな、うん、まあね、よかったですね。私はこれですね、はい、学校仮面登場ですたまに聞きますよね、この未来ののび太がね、うん、指導しに来るっていうね。たまに来るんですよね、うん、本当に。だから、あの学校仮面になる必要があったのかなっていうのはありますよね、うん、姿を隠す必要がね未来ののび太で良かったんじゃないかなっていうのはありますけどね、うんうん、そうだよね、普通にね、うん、そうなんですよね、うん、ドラえもんの道具もきっちりね。ただ、あれだけね、こう、なんか頭が切れるやつになってたんだったらいいんじゃないかと思いますね。まあまあ、確かにね、うん、うん、なんか、脳天気ののび太じゃないなと思ったんですけど、うん、だから、この感じだとね、高校まではドラえもんも一緒にいるっていうことですよね。可能性はありますよね。そのタイムマシン使えるってことは、うん、ずっといるんじゃないのね、ずっといるのかな今回の好きな秘密道具、はい、まあ、ここはこちらですかね。軽々持ち運び用紙ですかね、やっぱり使いたいのは。まあ、車とかをペタンと。そうだね、やっぱ収納は困りますから、うんうん、あれどうやって出すのかよく分かんないよ、ね、後ろからポンって叩いたら出てきて、でも、うん、自分からも出れるってことだよね。そうですよ、あれ自分からも出れます。伸びたは出てたもんね、うん、出てきちゃう可能性もあるってことですよ、うん、いや、でも勝手には出てこないでしょ、物だったら、うん、でもその1枚がちょっとでかいんでね、まあ、全部入れちゃえばいいのか、邪魔なものは。しばくちゃんになってんだよ
そうなんです、うん、こっからライスのあのコントできたんかね。ライスがあの関町がペラペラになっちゃうコントみたいな。あったね。はい、あれは違うか、ど根性ガエルみたいなことか、うん、なんか潰されてペラペラになっちゃったんだよね、関町が。関町がペラペラになってどうなの。いや、なんか家連れてって関町がずっと影マイクで喋って、うん、ジンがこのポスターを連れ回してみたいな感じの、どうやって終わるかわかんないですけど、うん、そんなことありましたよね。ありました。金庫堂行ったんですかね。いや、わかんないですけど。僕は行く末カメラですね、まあ、リアルにね。行く末カメラね。ああ、行く末どうなるか撮っときゃいいわけですからね、うんうん、まあこれで、まあ、ボートレース当てて一攫千金っていうだけですね。まあまあ、まあ、うん、それはね、ただそれだけの話です、うん、はい、そうね、今回実用的なのはそんなにね、うん、なかったですよね、まあ、検証当たるハガキ、ハガキなんだっけあれ、検証は歯茎よね、うんうん、あれも別にそこまで検証がいいのはないですからね、今の。もはやね、検証なんか歯茎じゃ出さないしね、うん、そこまではやっぱ考えられなかったのか、歯茎がなくなるっていう、うん、そうですね、うん、あとはあんまなかったかな、使いたい道具は、うん、ちょっとね、使いたい道具はないですね、うん、まあ、ローラースケートみたいなやつは楽しそうですけどね、うん、壁にぶつかっても、うん、人にぶつかったらどうなんだっけ。人にぶつかった描写はあったっけ。 ないよね、うん、全部下が地面になるってだけでね、うん、すごいことやりますよね、ジャイアントスラムもね、うん、目つぶって目つぶって一番高いとこまで行こうみたいな。ひどいんだよな、うん、今回もまたジャイアンが横暴だな、うん、ジャイアンはマジで小学生であの人格はやばいですよ、うん、本当に、うん、歌手だからな、やっぱ芸能活動やってたんですね、うん、自称もう何年にもなるけどって言ってましたからね、うん、はい、はい、というわけで、まあ、今回33巻ですね。34巻も楽しみにしておきましょう。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。今日暑くない。いや、暑すぎるわ今日本当に。マジ暑いなこれ。暑い、もうしんどい。あ、ん通りで暑いと思った。何、開けっぱなしにしてた。いや、ドライライト溶けちゃったってこと。どうも、ありがとうございました。